ございます。おはようございます。パーソナリティの柿山武博です。ナビゲーターの古賀静香です。今週も始まりましたモノコプレゼンツファイヤーサイドチャット、はい、だんだんねこう、まあ、残暑もありつつ秋めいてきたというか、うん、秋に入ってきましたけれども、はい、来週敬老の日と秋分の日とお休みがあったりして、はい、ちょっぴりね秋のレジャーが最近行けないんですけど、行けないですね。ちょっとこうお休みでちょっとウキウキするシーズンかなとは思いますが、うん、柿山さん、アームチェアトラベラーっていう言葉は聞いたことありますか？うん、いや初めて聞きました。私もこの間教えてもらったばっかりなんですけど、はい、今やっぱりこうどっか旅行とか行きたくても行けないじゃないですか、うん、はい、でアームチェアトラベラーというのはアームチェア、お家のこう肘掛け椅子みたいなところに座ったまま、うん、旅行関連の本を読んだりとか、うん、こう旅行の映画を見たりとか、まあ、ネットからこう旅行気分を拾って旅行気分を楽しむ人のことをアームチェアのトラベラー、旅行者っていう言葉があるそうなんですね、はいはい、なんかちょっとこうこのラジオでも、うん、このラジオを聞いてるだけで旅行気分になったらいいななんて今週は思ってるんですけど、いいですね、はい、うん、なんか旅行気分になるような話ってありますか？アームチェアトラベラーになりましょうの回ですね、うん、なりましょうの回です、はい、気分だけでも旅行。ああ、そうですね、まあ、やっぱり遠出はしたいんだけど、うん、やっぱなかなかね行けないから、はい、すごく近いところで行くと、うん、ですね、うん、まあ、栃木の那須塩原、ああ、まあ、はい、モノコは実は、まあ、ランドセルの裏ではまあやってたりする、裏ではっていうかランドセル事業もやってたりするんですけど、モノコの別会社でランドセル事業されてる会社があるんですよね、はい、そうです。でメーカーさんが、うん、まあ会津若松にあって、よく郡山で降りて、はい、そこから在来線乗っていくんですけど、ちょっと手前の那須塩原、はい、僕すごく好きで、避暑地ではあるんですけど、大黒屋っていう460年前からある老舗旅館があるんですけど、すごい460年前、すごくないですか460年って、1551年創業だったかな、間違ったらすみません、はい、で何時代って感じですね、うん、460年続いてらっしゃって、で大黒屋さんはただの旅館かと思ったら、アートと保養がテーマ、素敵、そう、もう保養だけで全然人に、確かにアートって何ぞやってなるじゃないですか、うんうんうん、はい、で初めて行った時は本当に何だろうな、衝撃的でしたね。まず那須塩原駅で降りて、僕まだ新米ドライバーっていうか、あと3ヶ月くらいで初心者マーク取れるんですけど、はい、あ、免許取り立てだったのに、そうそう、はい、で、トヨタのカローラ、ほう、那須塩原駅に降りるとすぐトヨタレンタカーある。ああ、そうなんですね、はい、そこで借りて、はい、で車を北に走らせること30分くらいで、うん、板村温泉郷っていうのがあるんですけど、そこに着くんですよ、はい、那須塩原の方の、那須高原の温泉郷よりも、うん、ちょっとねお湯の温度がぬるめ、で僕あんまりカラスの行水いつもなっちゃうんでぬるめが好きなんですけど、板室温泉、そういう意味では面白くて、板室温泉郷、はい、でそこに、大黒屋さん、大黒屋ってあるんですよ、入った瞬間に、はい、なんか大黒橋っていう、うん、これ通れんのかくらいの車と車が、うん、やめ、僕初心者マークだからやめてよと思うんだけど、こすちゃうみたいな、本当車幅と同じくらいの橋があって、それ本当に車乗って大丈夫な橋なんですか？そう、入った瞬間にこれ入っていいのかっていうくらい、うん、でもそこじゃないといけない。あ、そうなんですね。で入ったらもうなんか竜宮城じゃないけど、大きい黒い木のなんかモニュメントが、モニュメント木が4本立ってて、天井に向かってこう連なってるというか、その下にそこからアートなんですか？そう、そこからで、その下に鏡みたいなのがあって、日本庭園にそういうのがあるんですよ、いきなり、何ここってなる、何ですかって感じですよね。そうそうそう、で面白い、入って、で受付をする際に、うん、
まあ、当館ではアトラクシアがありますので、うん、よかったら食事の前にアトラクシアに、はい、あのでおしゃる。アトラクシア。そう、アトラクシアって。アトラクションかと思いました。そうそうそう。アトラクシアって何やねんって言って、はい、でなんかよく調べたら、まあ、岩盤浴っぽいものらしいんですけど、あのギリシャ語でアトラクシアってなんか心の平常を取り戻すようなことをアトラクシア。うん、かっこいい。かっこいいし、でもなんかちょっと怪しいっていうか何これってなって、でアトラクシアをあのご飯前に入ろうと。うん、旅館そのそこすごいいいのは、あのお食事全部自分の部屋で取るんですよ。いいですね。なんでダイニングテーブルがあったりとかするんですけど、あので、行きました。はい、あのアトラクシア専用の、浴衣があって、ちょっとね茶室みたいになってて、かがまないと入れないんですよ。それで入るとなんか40度くらいの暖かいお部屋なんですけど、うん、はい、サウナみたいな感じですね。そうそうそう。うんうん、でも岩盤浴ではなく、なんかこう、うん、オードって言われてる、その黄色い土って言われてる、はい、オード色のオードですね。そう、韓国の慶州から取ってきたオードを使ってると。はで、そこに床に寝るんですけど、はい、全然なんかね、こんなんで暖かくなるんかいってなんかちょっとそういう疑いの目で、そうやっぱりでもね、東京からやっぱ行くと、はい、心がこう殺伐としてるっていうか、トゲトゲしてる状態なんですけど、面白いのは、ちょうどね、10分くらい寝てると、うん、何も考えずに、頭はこちらですかって、こちらが頭の方に頭を置けて、ずっと天井見て、まあ、目つぶってもいいですよね。10分くらいして、ちょうどなんか心がさっきまでトゲトゲしてたのが、落ち着いてきたなと思った瞬間くらいから、はい、背中とかあの首筋から汗がツーンと垂れてきて、あれ何これ、なんか心の中からこう温まってる。でご飯しっかり温まった感じで、そうですそうです。でご飯食べて、うん、いやちょっと寝るかと、うん、で寝る前に図書室があるから図書室に行ったんです。図書室もあるんですねそうそう、いいですよね。ですごい素敵な本がいっぱいあって、いい、まあ、ちょうど前回かなお話しした魚の話もね、うんうん、魚の面白い話の本があったりとか、セレクション素敵なんです、はい、そこに客はアートでやってくるっていう本があってまさかと思って読んでたら、はい、ちょうどアトラクションの話があって、うん、まさにその旅館の話だったんですか本これ本だってんのってなって、読んでたら、はい、あのアトラクションができる前にもともとアートはあったらしいんですけど、うん、あのアートは100点だけど保養は60点だなとかって大きな声で中庭で言われたお客さんがいて、はい、あの泊まったお客様が、泊まったお客さんがアートは100点満点なんだけど、お湯は60点これあまりこう癒されなかったですかねそれで社長、そこの大黒屋の何代目か続いてる社長、何十代か分かんないけど社長が、はい、お話聞きに行ったら、はい、韓国のからやってきた高僧だったらしいんですよ。偉いお坊さん、偉いお坊さんがいらっしゃって、でご縁があって韓国に行って、うん、そのさっきお話しした、はい、アトラクシアのきっかけになるオードに出会い、はい、計算アルミニウムっていう、あのなんかちょっと分かんない素材でできている土なんだけど、九州しか取れないんですよ。韓国しか取れない。取れない、で、まあ、マイナスイオンもすごく出るし、保温効果というか遠赤外線効果の高い土なんですけど、初めて聞きました、ね。これ持ってこれないから、うん、日本でも輸入制限かかってて持ってこれないから、うん、レンガ状にしたら持ってこれるってことで、なんとかレンガ状に加工して持ってきたみたい な、はい、なんかそんな話がめちゃくちゃ書いてあって、面白い、やっぱ面白いなと思って、ここの話かみたいな、そう、いやこれすごい良かったんですよ、うん、でなんで良かったかっていうと、うん、あの星のやの京都、うん、星のや京都かな、京都にある星のやさんの話にもちょっと出てくる、あるんですけど、あの大井川っていう川があって、はい、で元々運営されているオーナーの方が亡くなったから、うん、リノベーションして作った施設らしいんですけど、リノベーションする際に、うん、元々なんかあの、嵐山か、うん、嵐山から川を登っていく船を、はい、船乗って登ってってそこの旅館に着くっていう、船でお宿まで行く、お宿まで行くっていう不便なんだけど、これなくすなくさないみたいな議論があったらしいんですよ。で
でもやっぱりわざわざ、ね、京都まで来られて、うん、これを乗ることによってこう非日常になったよっていう装置になるから、そこでこうちょっとね非日常へのスイッチが入るみたいな、はい、船はもうちょっとまた和風モダン風にねまたリノベーションして残したっていうお話があって、うん、だからその装置、はい、だからまさにアートもさっきの大黒屋さんの話も入り口からまずそこで非日常、そうそうそう、あ僕ある意味そういう意味で引っかかったんだスイッチがパチッと入れられた、うん、引っかかってる引っかかってると思ってすごいすごいと、うん、だからこのなんかアートっていう装置からの保養、あ、なるほどなと思って、だからその演出ってすごく大事ですよ。聞いたことない組み合わせでしたけどね、アートと保養って、今日初めて聞きました。そうなんですよ。で、まあ、毎月やってるらしいんですけど、はい、あの彼らが、掘り出した、うん、アンティークの骨董とか置いてあって、これ何年前のやつみたいな結構あるんですよ。多分地元からいろいろ探してくるのかな。で、ね、うんうん、で、あのちょうどそうなんか縁が、はい、ちょうど携帯のスマホ、あ、iPhone くらいの大きさのお皿、はい、で、うんうん、緑色の綺麗ななんか薄い釉薬が塗ってあって、周りに金色の縁が、うん、あのあるお皿とか、すごい素敵じゃんと。1枚300円ってんですよ。それが6枚6セットで買ってきて。え、桁か。そうですよ。間違えた。そうそうそう。万円とか略されてるわけじゃないんですか。ないない。円ですか。円。300円だって。すごい。いや、でもそういうのいっぱい置いてあって、これめっちゃ楽しいじゃん。楽しいですね。もうなんかワクワクしますよね。はい。まあ、何するみたいな話だったらちょっとこう、アームチェアトラベルになりますか。なりました、なりました。温泉ももちろんいいんですけど。はい。いや、本当によかった。いや、また行きたいなと。いいですね。すごいなと思ったのが、うんうん、なんとあのまだ僕行けてないんですけど、再来訪率、お客さんが泊まってリピート率が 74% だって、あ、すごい。期間はちょっと分かんない、書いてなかったんですけど、はい、74% かと、うん、で年内のお宿も1年先は 60% 埋まってると。でアタラクシアが好きすぎて、はい、ファンになった人はもうアタラクシアのお部屋の真ん前にお部屋を取って1週間ずっといるんだって。アタラクシア通い放題。通い放題。そんなにいいんですか。いや、行ってみたくなります。いや、すごい良かったですよ。いや、まあね、だそういうのも含めて、あの、まあ、星野さんもね、星野さんは言ってますけど、うん、マイクロツーリズムっていう言葉が最近、マイクロツーリズム、ね、聞いたことあるけど、ね、何ですか。うん、あ、いや、なんか諸説あるっていうか、まあ、彼が提案してるかもしれないんだけど、1年前の記事では30分から1時間で車で行ける旅行先、近場でちょこっとだけで行ける旅行先、うん、で最近ちょっとこう体系化してきて、1時間から2時間の間で行ける場所、うん、でまさに那須高原ってそういう場所なんで、東京からするとね、そうですね。だから再来訪率高いのもなんとなく分かるっていうか、飛行機乗っちゃうと遠いじゃないですか、やっぱり他にない、なんて言うんでしょうね、その仕掛けだったりとか、そこじゃないと味わえないっていうのが、うん、きっとこう泊まった人の中に、あ、やっぱりここじゃなきゃねみたいなのがきっとあるんですか、はい、ありますか。あ、行きたいなって、やっぱりあそこのあれを味わいたいなって。そうですね、あんまり聞かないですしね、うん、僕はでもあんまり旅館とか再来訪する場所はなかったんですけど、アタラクシアの大黒屋さんはやっぱりもう一回行きたいなと思いますね。やっぱりその自分そのほとんど誰にも会わないんですよ、うん、やっぱり普通に電車乗って着いて、車で移動して旅館に着いても別に家族以外ほぼ会わず、うん、で自分の部屋で食事っていう、まさになんかこのコロナ時代にもぴったりですね。すごくね、そのプライベート感が良かったですね。いいですね。いや、うん、こんなにいい話が聞けるかなって感じですよ。ぜひ行ってみてください。いいですね。言えないから、いつか行ってみてください。そうですね。はい、マイクロツーリズムじゃないですけど、そのアートってこう保養というか、私もかつて、うん、瀬戸内海の直島というところで、ね、いいですね、はい、ベネッセのアートサイトでこうアートが楽しめるホテルに泊まったことによって、その話を聞いて思い出しましたけど、うん、なかなかちょっと今遠くて行けないんですが、
いいですね。なんかこう感性も刺激されながら心も体もゆったり休めるみたいな時間空間を過ごしたいです ね、うん、ねまずは調べてみるといいかもしれないですね。大黒屋、うん、それを知ったのは柿山さんがその大黒屋さんを知ったのは何かきっかけだったんですか？あ、それはもうね、板室温泉が大好きなうちの母親。あ、へえ、また行きたいなみたいな、ただの、うん、初めてだ、はい、教えてくれて、そこだったんですね。いや、でも母と行って、よかったですよ。お母様と行かれたんですね。僕の家族とプラス母親で、はい、で、はい、すごい良かったですね。いいですね、うん、やっぱ温泉、なんていうかな、今までってホテルに泊まって、うん、でホテルからどこかいろいろ遊びに行って、遊びに行くとか寝るみたいな感じだったんですけど、ホテルに寝に帰るみたいな。そう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 。でもやっぱ子供もいるからちょっと広めのお部屋でっていうのがあったんですけど、旅館っていう概念なかったんです自分に、はい、ただなんか結構肩も腰も痛い、常に痛いし、はい、ゆっくりできてないなと思って旅館にしたところ良かったっていう経験があったんで、うん、だから1日目ホテル、2日目旅館、旅館続いて最後ホテルとか、まあいろいろね泊まっても面白いと思うし、そうですね、うん、やっぱり、ね、刺激は大事ですよね、うん。温泉も入ったんですね。入って入りました。でなんかその日常が常にオンな状態の中でちょっとしたオフとかっていうのがあるんですけど、はい、日常、非日常で言うともう完全にオフっていう、うん、そういう状態って全然作れてなかったなと思って、うん、結構作るの難しいですよね。難しいですよね、うん、だから 100% オフっていう状態の環境を強制的に作ろうとやっぱ思って、うんね、だからそれがこうなかなか今できない中で、アームチェアーズトラベルかな、アームチェアーズトラベル、それちょっと全然覚えられない合ってます、アームチェアーズトラベルね、チェアートラベル、はい、だからそういう空間をやっぱりお家で作ってもらうとか、うん、そうですね、うん、音楽聴きながら、うん、雑誌でもいいです、照明もそうだし、ゆったりとした椅子に座っていただくのもいいですし、うん、なかなかね、そうですね、うん、この話を今日は皆さんどんなチェアで聞いてくださってるんでしょうか、うん、なんかこう座り心地のいい椅子みたいな話もね聞きたいなと思いつつ、今日はもうお時間なので、はい、はい、すいません、いやーケチャ話しました。いやーでも行った気分になれたというか、なんかそんなところがあるんだっていうのを聞けたのはすごく良かったです。あ、良かったです、はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ脳内トラベルしてみてね、楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、この番組はあなたらしい生き方を提案するお買い物サイトモノコがお送りしました。 YouTube やポッドキャストでも再放送しております。ハッシュタグカタカナでモノコラジオで検索してみてください。 Twitter や Instagram もぜひご覧ください。それではまた来週も聞いてください。お相手はパーソナリティ柿山武宏とナビゲーターの古賀静香でした。ありがとうございました。ありがとうございました。